だからね、まあ、この12分の1公式、まあ、もはやセンター対策の練習をしている人からしたら知らないとはおらんねんけど、まあ、結構うるさく言ってんのに本番で使いませんでした、おいふざけんなみたいなやつが結構いるんですよ。まあ、2012年最後の問題なんかね、もう使えって言われてるようなもんじゃないですか。でもね、まあ、公式はね、まあ、困難ではインプットしているんで、まあ、ちょっとでも血がたずれてきたら何か使われへんっていうね、ちょっと臆病者が多いんで、まあ、何例か見せとこうかなっていうことで、ね、ちょっと適当に問題作りました。まあ、一応使えるシチュエーションは、まあ、この放物線とこの放物線、2つとも x 2乗の係数が同じ、すなわち全く同じ形をしている必要がありますが、まあ、その条件のもとでやっていったらええと。で、必ず接線が絡んだ時に、そういうのも使えるかもしれへんな、ということを考えるように。はい。で、まあ、ちなみにね、その時の問題はこちらでございますけれども、まあ、これは x 2乗の係数が共に1なわけですから、まあ、今回、ここの面積、へい、いくつでしょうか、言われたら、はい、12分の x 2乗の係数が1。ね、はい。で、27分の4。引く0の3乗です。まあちょっと次回の関係上計算は割愛いたしますけれども、これといたらできます。え、まあ、これがファーストと思いますね。はい、じゃあ続いていきましょうか。これまあちゃんと指数で答える問題になってますけれども、これ、はい、P たす1とかになりました。で、x 2乗の係数が、おっとうっかりですね。絶対ありえないですね。これマイナス2、マイナス2にしておきましょう。まあ上に凸のね、まあ放物線が2つあった、赤共通接線引きました。そこまでの面積いくつですか？はい。まあよく聞かれるのが、この間の座標やから、まあこれもね、ちょっと P たす2分の1と半分やぞと、まあいうことを強調しつつ、ここの面積引こうと、まあ、いうことになれば、はい。12分の絶対値マイナス2。はい。P たす1引く P の3乗、すなわち、まあこれ、計算したら6分の1で 1.6 分の1というふうに、はい、一応上がりですね。はい。まあ、放物線がトリプル、困難になったら本番でなかなかしんどいんですけれども、まあ、うまい具合に接点を追加する放物線が、まあ、仮に入ってきた。一応もう図書くまでのことはもう許してな。はい。もう今はちょっとコンパクトに動画をまとめたいんでね。はい。で、ここの面積を仮に出せと。で、設定だけ補足します。これは x 乗の係数が3です。こいつと、こいつは x 乗の係数が2のやつか。まあ、いう体でやっていきますね。はい。まあ、ここの間の座標は、まあ、引かれることもあろうかと思うので、一応言っときますけど、4になりますと。で、まあ、今回、はい。上のところは12分の1公式で叩けますよね。だから、こちらは、12分の1公式を使うと x 2乗の係数は2、5引く3の3乗で、まあ、計算したら、まあ、6分の8、3分の4で、一方下半分の方は、ね、これ6分の1公式の形もろもろかでございまして、まあこれ x 乗の係数は3、はい、でまあ5引く3の3乗すなわち8になりますので、はい、8、3、24で6で割って4だから、まあ今回はこの3分の4と4足してね、3分の16、まあ、いうように出せばええやないかいと、まあ、いうことになるんですね。まあ、色とかもまばらで申し訳ないですけれども、はい、速攻動画ということでよろしくお願いします。